さあ今回のうどんマップは立ち洗い町からスタートしていきたいと思います。見てください、立派な銅像がありますね。あの方は菊池武光さんという方でございましてね、南北朝時代っていうのがありまして、その時代にもう大活躍した武将でございます。あの方が戦が終わって太刀を川で洗ったんですよ。それが立ち洗い町の由来になったと言われております。もうこの菊池武光さんのように勇ましく今日はうどんを探していきたいと思います。ではまずはうどん人探しから参りましょう。早速うどん人探しと思ったところですごいめっちゃ手招き、あれはうどん情報がありそうですね。ちょっと行ってみますか。導かれるまま公園を抜けて隣の施設へ。あ、こんにちは、どうも。ああ、びっくりした。どうもこんにちは。あ、いつもありがとうございます。入っていいですか、入っていいですか。すいません。今日はあの、ね、こう何、どういう体操があってるの。体操、え、皆さん、あ、いや、うどん体操教えてもらって。お、分かりました。じゃあちょっと分かりました。え、いいんです、逆にいいのかな、いいですか。町内の皆さんが集まる健康体操教室で急遽特別講師としてうどん体操をレクチャーすることになったあきらくん。さすが日々体を動かしている皆さん、十数分でみるみる上達。最後は完食しました。ありがとうございます。素晴らしい。おー、いいですね皆さん。さて体操をしてお腹も減ったところで本題へ。皆さんおすすめのお店とかどっかあったら。どこですか。ゆうぜんさんまだ2回目行ってないですね。はい、2回目行ってないですね。そうですよね。はい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 、取材してその後シーズン2でも行こうと思ったんですけど確か行けなかったんですよね。そうそう、だからちょっとリベンジチャンスですね。体操教室に通ううどん人一押し、ゆうぜんに決定です。おすすめされたゆうぜんは朝倉市にあるということで、まずは最寄りの西立ち洗い駅から天城鉄道で高田駅へ。駅からは歩いてお店へ向かいます。あれですね、うどんの看板見えました。大きくうどんって書いてありますんでね、わかりやすい。ゆうぜんさん、こちらですね、来ました、うどんゆうぜん。じゃあまずは取材交渉からですね、行ってまいります。ああこんにちは。こんにちは。噂してくださいね。すいません。店長さん不在でした。ただなんと店長さんが今こちらに向かってるらしくてですね、あと店長さんが来られてからちょっと取材交渉を試みたいと思います。あ、店長さん、あ、店長さんですよね。ご無沙汰しております。すいません、突然で。ゆうぜんさんがまたおすすめというふうにいただきまして、いやいや、すいません、その時はちょっとねもう難しかったみたいですけど、ちなみに今日この後とかって大丈夫ですね。大丈夫ですか。準備させて。あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで取材 OK いただきました。よかったです。オープン8年目のうどんゆうぜん、近隣の会社員はもちろん遠方からのお客さんも多い人気店です。お店の名物がこちらのネギごぼう天うどん。まあ、前回は大きなネギごぼう天いただいたんですけども、なんかその他に違うなんか人気のものとか、この季節ならではのものとかもしあれば、つくなってきたのかな。ザル丼だったり、ほうほうほう、ザルも独特な食べ方があるので。お、独特な食べ方独特な食べ方ちょっと待って、
まあ、本来はおつゆだけだと思うんですけど、そこに今生卵を一緒につけさせていただいて、まあ、卵を溶いてザルを食べられるんですけど、その後に足りないかったらご飯を別に頼んでいただいて、卵かけご飯として食べていただきます。卵かけご飯入れちゃう感じでやってます。うわ、はい、ちょっとそれは初めての体験ですね締めまで楽しめるという友禅オリジナルのザルうどんを注文。ザルうどん、あ、白ご飯ですね。はあ、なるほどですね、来ました。はい、なるほど、こういう感じで一旦来るわけですね。いや、めちゃくちゃ美味しそうだ、このザルうどん。もう麺がもうツヤツヤですね。じゃあまずはこううどんを食べて、そうですね、で最後にこのご飯を卵かけご飯にして、はい、余ったつゆを入れちゃうと、はい、おーすごいまずはそのままつゆにつけていただきます。涼しい、最高ですね。もう本当にもうこの冷たさはやっぱりこうザルならではの麺の純粋なこの柔らかさとか、このもちもち感、まあ、あとちょっとこう小麦の甘みも少しこう感じるような、この麺の本来のこの美味しさ楽しむにはやっぱりザルが一番ですね。ではじゃあちょっと続いて第2段階いきましょう。次はこのシンプルなつゆにこの生卵を入れて味変です。これはどういう変化をもたらしてくれるのかっていう。うわ、これは美味しい。最初食べた甘辛系だったつゆが卵もねインすることによってまろやかに綺麗にこう味がまとまるんですよね。これ革命ですね。めちゃくちゃ美味しいですね。はい、ありがとうございます。そして締めは卵を溶いたつゆをそのままご飯へかけてオリジナル卵かけご飯へ。これはやばい、おいしい。このつゆ自体にこのうどんの出汁感といいますか、それもかなり効いてるので、なんかこうちょっと上品なお味に仕上がる感じがしますね。ザルうどんだともうちょっと物足りないからご飯が欲しいみたいな感じなんで、ね、なんかザルうどんってやっぱりシンプルになりがちなんですけど、そこをこの3段階にできるっていうアイディアね、これは夏に絶品なんで、ぜひ皆さん食べていただきたいです。完食しました。いや、このユニークな食べ方のザルうどん、もう最後の最後まで味わい尽くせるセットでございました。ごちそうさまです。さあ、では店長さん、最後にですね、このうどんくじで次の行き先を引いてください、はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃん。さあ、次は来ました、で海町でございます。じゃあ次は海町に移動したいと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ、お店最寄りの西鉄真田駅ですね、ここから海町に移動したいと思います。海町までは2時間ですね、結構かかりますね。真田駅から西鉄天城線で宮の陣駅、そこから乗り換えて博多区の雑所の熊駅を目指します。さらにバスに乗って海町へ。これまでも何度か訪れている海町ですが、お店は未だ紹介できておらず、今回もなかなか有力情報を得ることができません。 TNC の、 あのうどんマップっていう企画をやってまして、はいはいはい、どこか皆さんのおすすめのうどんがあったらちょっと紹介していただきたいなっていう。あ、心当たりありますか。六八沿いに、ほうほうほう、ファインクックことっていうお肉と麺を取り扱ってる。ほう、それはなんかうどんだけじゃなくていろいろ。じゃなくていろいろ麺、ラーメンとかも。ああ、まあそういう定食みたいなお食事系も。あ、ね、あ、何うどん食べます。その時カレーうどんあったか。あ、カレーうどん、ファイン、あ、あった、ファインクックことさん。あ、海町だ、海町です。海町何回か来てはいるんですけど、まだ
未取材地域でございまして、仲良し家族のお父さん一押しファインクックことに決定です。お店まではおよそ1キロ歩いて向かいます。ありました、見てください、看板、肉、麺、お食事処ファインクックことさん。よし、海町初取材なるかです。では取材交渉行ってきます。こんにちは、はじめまして、TNC のうどんマップというコーナーをやってる岡澤と申します。取材 OK いただきました、よかったです。というわけで海町初取材のお店でございます。やりました、嬉しい。ごめんください、よろしくお願いします。あ、すごい、うどん食べてますね。こんにちは。こんにちは。あ、お母様は焼肉、あ、しゃぶしゃぶか、しゃぶしゃぶで肉うどんです。肉うどん食べてる、すごい、なんかなかなかこういう、ね、組み合わせ美味しいですか。あ、素晴らしい。はい、あ、こんにちは、よろしくお願いします。すいません、突然の取材で本当にありがとうございます。看板ね、入口見ましたけど、肉と麺がメインみたいな感じですよね。はい、ちょっとメニュー失礼します。あ、これ、うわすごい、ちょっと待って、すごい数ですね。なぜこの肉と麺スタイルに。私が好きだから。好きだから。大将の肉と麺が好きだっていう気持ちがもうメニューに現れてるわけですね。そうです。海町初取材となるファインクックこと、オーナーの竹内さんは18歳の頃から精肉店に勤めていた肉のエキスパート。夏のおすすめメニューホルモン定食は食べ応え満点、スタミナがつくこと間違いなし。さらにお肉だけでなく、竹内さんが大好きな麺料理もメニューにずらり。今回はうどん人におすすめいただいたカレーうどんを注文。カレーうどん、はい、ことスタイル、はい、ネオ、どういうことですか。普通カレーうどんはだいたい出汁で割って、はい、あるうどんがメインなんだけど、うちはもうカレーソースをそのまま茹でたうどんの上にぶっかける形ですね。はあ、なんか人気って聞きましたけど、はい、皆さんリピーターになりますから。リピーターになっちゃいますか。この後リピーター続出の絶品カレーうどんをいただきます。毎日常連さんで満席になる人気店ファインクックこと、一度食べたらやみつきになるというカレーうどんをいただきます。来ました、カレーうどんです。おお、すごい、おこれがことスタイルネオですか。すごい、めちゃくちゃ美味しそう。煮卵、唐揚げもついて、でお野菜がこんなにいろいろついてるんですね。うちのお客さんは皆さん、はい、大体食べ終わった後、ソースが少し残るんですよね。ほうほうほう。でそれにご飯を 100g つけて、じゃあもう最後はライス入れて、カレーライスにしちゃうわけですね。はい、うわー、これはちょっと絶対そこまでたどり着きます。うわこれすごい、湯気と香りがすごいですよ。もうお店の人みんなカレーうどん食べたくなっちゃってるかもしれないねえ。いやー、まあ、食べたい。もう食べたくなっちゃってすいませんねえ。いやー、いただきます。やばい、うわ、めちゃくちゃ美味しい。形は見えないものの牛の旨味、この肉の旨味っていうのがもう存分にきますし、で後からスパイスの効いたカレーの辛さっていうのがね、じわじわくるんですよ。このつるっと中細の麺なんで、やっぱりこのいい具合にカレーのスープも絡んでめちゃくちゃ美味しいです。揚げたての唐揚げもカレーと絡ませて、うわー、もう最後カレーと唐揚げの相性も抜群です。もう本当に外側カリッカリのこの揚げたての唐揚げっていうのがカレーのルーをまとうことによって旨味が引き立つと。うどんを食べ終わったらご飯を投入、しっかりカレーと混ぜ合わせていただきます。うん、うわ、うん、
もうご飯は間違いないです。うどんの麺でももちろん大満足なんですけど、やっぱりこの追いご飯にちょうどよく絡み切って、もう最後の最後までいただけるっていうね、これがたまりません。うん、あー完食しました。いやこの新規開拓海町で本当に素敵な絶品カレーうどんと出会うことができました。ごちそうさまです。さあでは最後のうどんくじなんですが、まあ、ご夫婦でねお店をされているということで、じゃあ最後奥様に引いていただきましょう。引きたかったですか。よしお願いします。来ました、築城町でございます。はい、というわけで次は築城町に行きたいと思います。お二人とも今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。